エレガントワラビーは東、オーストラリアに分布するワラビーの一種である。クイーンズランド州、クックタウンからニューサウスウェールズ州グラフトンにかけて一般的に見られる。エレガントワラビーは薄い体色と顔の下の白い横縞で区別される。顔はチョコレート色の毛が尾光部を覆っている。胸は黒色と白色で、残りの部分は灰色から茶色である。オスは、 体重 14kg から 26kg、体高 70cm から 93cm になり、メスは体重 7kg から 15kg、体高 65cm から 75cm になる。食料は草、葉、死だ等である。開けたユーカリの林で地面が食料となる草に覆われている場所に生息する。社会性があり、 50頭ほどからなる群れを作ることがある。中高生でも夜行性でもなく、昼も夜もいつでも活動的である。草やシダを食べる。エレガントワラビーは50頭ほどの群れで暮らし、110ヘクタールに及ぶ行動圏に住む。群れは昼ごとに食事のために集まる。行動圏は他の群れの縄張りと重なることもあり、群れのメンバーは交代で警備する。また群れには、 直線的な階層があり、非暴力的な儀式化された前足で書くような行動によって決まる。草を引っ張るような行動もする。決着がつくと、ワラビーは幸福の証として、咳をする。最上位のオスたちが、メスと交尾する。繁殖期になると、オスは排出空を固くして、メスが集まる中を歩き回り、メスの尿を舐める。オスが、発情期に近いメスを見つけると、 そのメスのそばに泊まる。しかし、メスが発情期に入る前により上位のオスに変わらされることもある。エレガントワラビーの発情周期は42日間しか続かない。子供は最初の9ヶ月間は母親の袋の中で過ごす。18ヶ月間泊まることもある。他のカンガルーの仲間とは異なり、エレガントワラビーの子供は袋から出た後も母親の後に従い。 植物の影に隠れることはない。青年期のオスは出生した群れを離れることもある。ありがとうございます。